女神の学校の先生たちなんとなくわかる、まあ、この人もこの人も先生やけどさ、お写真も変わってきましたよね。 あそう、うん、あ自分じゃわからない、なんか私本当に女神の学校の先生たち総勢30人40人ぐらいよね、はい、その女神の学校の先生たちのカウンセリング能力とかスピリチュアルな力、なんかピンとくる力ってめちゃくちゃレベルが高いなっていうのは自信があるのよ。だからもうなんかその人間の相談とか、なんだろう、悩み事みたいなのは、だから本当はこういうのもさ、女神の学校の先生たちがしてどんどん相談に乗って、時々私が降臨するっていう感じがいいかもしれないね。6月からなんか変わる、あ私6月からこの仕事始めてるんよ。まるっと何年になるんだろう、まるっと11年かな、11年目になるのかな、区切りの時なんですね、区切りで6月また私沖縄に行くから、もうねなんか最近すごい自分の霊感の強さがちょっとね怖いぐらいでね、でこれは沖縄のすごく有名なユタさんとかに会うとみんなビビるよね。そうですよね、うん、とりあえず私を見られないとかね、チカチカするって言ってね、オーラがこういう感じで黄金だから見えない、チカチカするわって言われたり、力を貸してほしいって言われたり、神そのものだっていうのはみんなわかるもんね。だからその霊能者の人たちにはわかることなんだけど、でということはよ、ということは女神の学校の2期に来てくれてる皆さんっていうのは ものすごい霊能力があるということなのよね。でそれを家庭で生かしたり職場で生かしたり、なんかいろんな形で自分の望むところで生かせるようにしてる感じよね。霊能力を磨いている感じよね。すごくないこの遠藤恵美ちゃんのさ話からさ、ねえ、だからねこうやってコメントをくれるっていうのも、なんかポーンと遠藤恵美ちゃんが必要なエネルギーを投げてくれて、でそれをそのボールをみんながこう回すことで、なんかエネルギーの渦ができてつながって新たなメッセージが降りるって感じなのよ。不思議、不思議ね。マルコが書いてくれてるね、すごい話です、私たちの役割分担もよりはっきりしてきそうな気がしますねって。でなんか私思ったんだけど、自分の中のビジョン、そのもう私小学生の時から天下を取るとかさ、なんかいろいろその見えてるビジョン、言われてきてることとか見えてるビジョンがあるんだけど、なんかそれさ一回さそれこそ紙芝居かなんかにしてもらった方がいいなって。これから先の未来がどんな風になっていくのかとか、私に来てるビジョンを一回なんかねえ、そしてなんかちょっとビジョン共有、わちょっと待って、その必要ないっていうんや。どういうこと、これだよ、宇宙の魅力考察から指令が来るんだけど、この説明もしなくていいって。いやーなんか厳しくなってる、わからない人はわからないでいいって。まあ今というかその宇宙から指令が来てるなとかっていうのもみんなが気づくのが修行なんだよね。だからこういう説明を一切しなくていいって。ちょっとどう思う？だからとにかくメッセージを受け取りたいと思った人は受け取れる。カッパ先生、教頭先生、安子先生、なんか今の話どう思う？なんかこう感じることを喋ってほしい。神様としてもう存在される時期に来てるんだなっていうのと、うん、以前からお伝えしてますけど、もう弥勒様はドアの前に立ったら、周りの人がドアを開けるとか、一切そういうことはされないとか、なんていうんですかね、神様に女神がお使いさせていただく、なんかもうそういう役割分担、今さっきマルコが言ってたような、うん、なんかもういよいよそういうフェーズに入ってきたなって、なんかさ感じてます。今のカッパさんの話で私もなんか全身が鳥肌立つんだけど、もう分かる人には説明をしなくても分かる時に入ってきてるんだと思います。そういう人が呼ばなくても自然に寄ってくる、
そうだね、絶対入っていきますスーッと。でだからそういう意味でご縁のある人とない人がはっきり分かれていくっていうことだろうね。だと思います。すごい感覚で多分分かっていくと思うんですよ、詳しい説明しなくても、うん、逆に説明すると分からなくなったりうまく伝わらなかったりするかもしれないね。そうですね、まあ、だからそもそもの元の形に戻っていくんだなって今思いました。私6月の22だったと思うんだよね。だからなんかそのあたりからちょっと変わるかもしれないなっていう感じが。月日ですね、そうなの、6月の21の月曜日が夏至だから夏至超えた翌日だね。一番日の出てる時間が長い日だからやっぱり。卑弥呼の時ね、アマテラスとつながって、今は六菩薩とつながってるけど、卑弥呼の時はアマテラスとつながっていたから、やっぱりその太陽と私っていうのはすごく、だから私ってさ見てて明るいと思うのよ。やっぱりこれ太陽の人だからなんだよね。だからちょっと多分もっとクローズの世界になっていくかもしれない。それこそもう女神の学校に入っている人だけ、女神クラブに入っている人だけみたいな、なんかちょっとそういう風になっていくのかもしれないね。女神やっぱり神様にお仕えさせていただく喜びで生きるっていう感じですね、うんうん、ちょっとなんかこの奇妙なさ、奇妙な配信も結構コメントが湧いてるからすごい嬉しいな。そう、これがねここに置きましょうか、うん、箱入り太郎、この中はね、なかなか隠しにくいんだね。はい、タロちゃん、ちゃんとよいしょ。タロちゃん、最近ちょっとタロちゃん別名があるみんなね。タロちゃん、うん、マグロ太郎って名前があるみんなマグロをちょっとあげたらさ、もう冷蔵庫の前で待つようになっちゃったのよ。ねえ、タロちゃん。タロちゃん。ああ、みんなタロちゃんかわいいって。ありがとうございます。トビさんを見てるで、トビさん。トビさんとすごい仲良しなんだよね。そうですね、遊び友達。はい、タロちゃん。どうした？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 タロちゃん、どうした？タロちゃん。もうね、すごいよ。もうカリカリあげてもさ、冷蔵庫の前でもう一回ってなるんだよね、タロちゃん。マグローって言うね、タロちゃん。どうしました？タロちゃん。はいはーい。うん、マグロ美味しいのよね。朝はね、ブラッシングするのよ。朝ね、床にゴロンってなってたらね、ブラッシングしてっていうね、あの合図でね。で、ブラッシングするとね、お腹出してくるんってなったりしてね。マグロ太郎さん。ねえ、タロちゃん。タロちゃん、タロちゃん、よしよし、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。どこも行かないでよ、タロちゃん。タロちゃん、どこ行くの？タロちゃん、どこ行くの？タロ、どこ行くの？隠れた。これでね、トロちゃんはね、お顔を隠してるからね、自分が見えてないと思ってるんだな。トロちゃん隠れた。ほら、隠れた。あ、トロちゃんいないな。トロちゃんいないな。トロちゃんどっか行った。あれ、トロちゃん消えたね。ほら、トロちゃんいな、トロちゃんいなくなっちゃった。トロちゃんどこかな。トロちゃんどこかな。トロちゃんいなくなっちゃった。あ、トロちゃんいなくなっちゃった。あ、あ、いたー。トロちゃんがいたー。どうぞ。